はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝原直樹です。今日はね、どんなテーマで話すかっていうとね、私は競争はしませんっていうね、テーマで話をしたいと思うんですよね。まあ世の中ね、国と国とは競争しているとかね、この資本主義ビジネス社会は敵と競争してるんだと、ライバル会社と競争してるんだとかね、もう日夜戦争なんだみたいな、そういう風潮がありますけれども、ただね、私は競争は、しないように、競争がない世界へっていうふうにね、自分を、持っていくようにしてきました。で、だから誰かと競い合うってこともしないんですよ。この業界でね、塾業界で他塾と競争するってこともしないんです。一切しません。何かとナンバーワンっていう人いるでしょ。私は一切そういうことしないんです。他の人たちがこういうことやってるから、うちもしなきゃいけない、追いついて追い越さなきゃいけないってこと、僕はね、多分今一切してないと思いますね。競争相手を意識して勝ち負けを決める。これはね、一時はね、いいんですよ。負けるなって言ってね、尻叩いてね、一時はその心にエンジンがかかるんですけれども、これね、長続きしないんですよね。勝ち負けを決めると、勝った方は勝った方でどっかで疲れてくる。負けた方は負けた方で、もう諦めるっていうことになる。ね、僕はね、なぜ競争しませんって言ってるかっていうと、どうしてかっていうとね、何でもいろんなことをやっていくときに、答えっていうのはね、自分の心の中に静かな宇宙空間のようなところがあるんですよ。そしてその静かな宇宙空間に自分のその神経をね、身を置いていくと、やがて、これでいいなっていうのがね、答えがあるんですよね。で、そして自分はこれでいけるっていう答えが、自分の心の中の静かな宇宙空間の中に出来上がると、これで大抵のことはね、思った通りにうまくいくんですよ。で、これはね、他人を意識して他人と競争する。ライバルと、を意識してライバルと競争しているとね、ライバルっていうのが答えの基準になりますから、自分の心の中にある静かな宇宙空間っていうのがね、見失われちゃうんですよ。とにかく勝てばいい。そうなっちゃうんです。勝てばいいっていうもんじゃないんですよ。やっぱり自分なりに納得のできる方法でやっていかなきゃいけない。これなら自分も納得できる。その上でみんなが喜ぶ。そういう答えを私の心の中にある宇宙空間は持ってるんですよね。でもね、競争するとね、そういう自然な判断が来るんですよ。で、結局自分を見失ってしまうんです。自分を見失うと、一時は競争に勝って嬉しいってことがあるかもしれないけど、今度は自分の心の中にある静かな宇宙空間がどこにあるのかわからなくなるんです。そうと正しい答えも見えなくなっちゃうんですよね。だから自分を見失ったら、再び自分を取り戻すまで自分を見失い続けてなければいけませんよね。だから私は他人を基準に他人と競争して勝つとか、そういうことを一切しないんです。資本主義はよく競争だって言いますけどね、でもそういう競争はね、実は多分僕は間違っているんだろうと思います。人を管理するために人にノルマを課してね、
そしてノルマを課して競争させて、ノルマを果たした者は賞賛する、果たせなかった者は罵倒する、まあ、そういうことがいわゆるその一流の上場企業でも実際には行われているわけなんです。とどんなに優秀な人間でもノルマを果たそう、ノルマを果たそうっていうものに縛られてね、自分のクリエイティブな心の中っていうのは見失ってきやすいと思いますよ。自分はこんなことをするためにやってんじゃないよなって思いながら、でもノルマを果たすために頑張る、そういうことをずっとするわけです。そうすると自分というものがやがて擦り切れてきますよね。自分というものがない状態で頑張るっていうのはね、相当辛いですよ。日本の世の中の人たちがね、多くね、うつ病になるとか、精神を病んで、仕事を辞めるっていうのはね、そういう競争だとか、ノルマに基づいて競争しろと言われたから競争を素直にやり続ける人。ノルマを果たせと言われるから素直にノルマを果たし続ける人。そういう人に、まあ、起こりやすいんだろうなって僕は思うわけ。誰でも自分の心の中に静かな宇宙空間というものが広大に広がっていて、その広大な宇宙空間には自分にとって最もベストな選択とか答えがゴロゴロ眠っているんですよ。そして自分にとってベストな答えというものを見つければね、心が不思議と穏やかで静かになって、落ち着いて、いい案が浮かんできて自分なりに納得できることができるようになるんです。その自分の心の中にある静かな宇宙空間を大切にしてもらいたいと、私は、いつも私のところに来る人に思っています。そして私自身もこの静かな宇宙空間、私の心の中にある静かで広大な宇宙空間をいつもいつも大切にしたいなと思いながら、まあ仕事なり日常生活を過ごしているわけです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。